はい、こんばんは、とブランチです。えー、日曜日の夜になってしまいました。あーえーと、今日はあー、先ほどアップした、えー、新曲の、えー、フルバンドバージョンの、えー、音楽の部分の作った時の話と、えー、ミュージックビデオ作った時の話的なくちゃべりを したいいと思います <laughs> えっとあれは 1, 1週間ぐらい前でしたかね、えー、っね、急に新曲できましたということで、えー、この音でっていう曲を、えーま、作って出したわけですが、もうあのその時の動画でも言いましたけども、ん言ったかなコメントかな、えーまあ、あの作った段階でこれはもうフルバンドにしようと思っていた曲で、<laughs> まあ、今日1日ね、 お休みでしたので、えー、やってみました。で、今日、あのー、曲を作るにあたってね、あのー、MTR の新たなる使い方が、えー、を習得しまして、はい、とても勉強になりました。というのも、えー、っとですね、もう、今日はね、あのミュージックビデオの動画の編集でへーくたびれたのでね、もうこの動画は脳加工でも行きます。ということで、手書きでこんなものを <laughs>、 用意してみましたけども。あのー、その、一週間ぐらい前にね、あのー、今日のこの曲を、まあ、セミアコだけで作った時に、あれも MTR で撮ったんですけども、あのね、8トラックね、まあ、1つの、まあ、プログラムっていうふうに名称ついてるんですけども、1曲につき8個のトラックを使えるわけなんですけども、えー、もうすでにね、あのー、セミアコだけのテイクで、 7つ使っちゃってたんですよ。な。あ、違う、ごめん、こっちだ。こっち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 。えー、っとね、これね。これがその元のやつで。あのー、まあ、一番よく聞こえてくる、あの、リフが入ってるセミアを取って。んで、あのー、イントロのとこのチャカチャーンって音入ったりしたおかずの、とこと。で、 あの、ボーカルがね、これ、えっと、同時に2トラック取れるんですよ。MTR がね。だから、ボーカル取るときに、その3番と4番、3トラックと4トラック同時録音状態にして、歌うと、2つのトラックに同じ音がこう入って、で、それを、その、例えば3番は低音強め、4番は高音強めみたいな感じで、あの、別々に、<coughs> こう、エフェクトというかね、 あの、音を作れると、まあ、ちょっと厚みが増すんでね。二つ使ってボーカル取ったわけです。で、5番と6番でハモ。で、ハモも、ほぼほぼ同じ音を入れて同じことしてるんですけど、えー、部分的にね、このボーカルに対して、このハモも上としたわけなんで、部分的に三部コーラスになってるんですよ、あの曲ね。だからま、二つはどうしても必要で。 ウィディと、あの時のその初っ端作った曲は、そのリフをやってるセミアコだけだとちょっと音が薄いような気がして、でその時はベースをつけるズ句もなかったので、もうひたすらこう、なんですかね、あのコードのベース音を弾くバッキングも取ったので、もうこれで7つ使っちゃってたんですよ。だから1個しか空きがないわけです。 で、フルバンドにするとなったら、あと最低限そこにベースとドラムを入れなきゃいけないから、二つトラック、最低でもね、必要になってくるんで、さてどうしようと、いう話のことになったわけです。で、えー、っと、まあ、全部をね、もう一回編集、編成し直して作り直すって手もあるんですけど、とてもじゃないけどずくないし、この間のテイクがね、あの、我ながらすごくよくできたと思っていて、あの、な、なんとかあれを使いたいなと。 ま、実際あれを使ってるんです。あのー、セミアコだけで出した曲の、ボーカルもコーラスもそのまんまだし、セミアコの音もそのまんまで今日や、作ってるんですけども。で、あのー、その MTR は SD カードの容量をいっぱいになるまで何曲でも取れるわけなんですよ。あの、1曲につき8個しかトラックはないですけどね。だから、 あの別のそのプロジェクトね、だから別の曲を新規にそのプロジェクトとして作ったときに、これを使えればいいんじゃないかと、ね、思ったわけです。で、取説を今日読んでやってたら、どうもできそうだと。それで、えっと、その、ま、とりあえず新しいプロジェクトをね、まあ、あの、立ち上げてというか、あの、 新規で作って、で、そこに、この、もうすでにできている、あの、セミアコだけの状態の曲の、そのリフのセミアコと、ボーカルの一個。だから、ツートラックですよね。これをコピーしたわけです。その新しく作ったプロジェクトの方に。ね。で、これでまあ、テンポも変わらないし、同じテンポでできるし。で、そこに、とりあえずベースと、 えっと、ドラムを、まあ、作ろうということで、今日そこから始めたわけなんですけども、このね、あのー、ドラムが、えー、これ前にも言ってますけれども、あの、MTR にもドラムセットあるし、リズムパターンも入ってるんですけど、その既存のリズムパターンだともう全然ね、遊べないし、なんかいろいろできるみたいなんですけどひ、ひたすらめんどくさいんですよ、MTR も。よくわかんないんです。 だから、あの、キーボードのドラムセットを使って、鍵盤をポッポコポッポコしっぱたいて作るんですけども、これもね、とてもじゃないけど、一回じゃ済まないんですよ。そこで、えっと、ドラムを作るにあたり、まず、バスドラとスネア、ドットタン、ドットタン、今日のはドットタンとタトゥタトゥンタン、ドットタンとタトゥタトゥンタンっていうのが基本のリズムなんですけど、まずそれを取って、えで、そこに、 トントクトクトクとかトゥタン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 タ,タ,タ,タタンとかテケ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 とかっていうスネオス,スネオだってスネアとタムのおかずねえー、っとバスドラとスネアの基本を取ったところにスネアとタムのおかずを重ねてで次ハイハットこういう,あのうシンバルがこう上下にこう重なってるやつで、ね、チチチチチッチッチプチプチプチッチッチッチ で、じゃーんじゃーんっていうクラッシュシンバルね。ライト、レフト、えー。シンバルを入れて、これでもう4つ使っちゃうんですよ。えー、バスドラ、スネア、おかず、ハイハット、シンバルで。で、もうすでに1番、2番で元々言ってるから6個使っちゃってて、で、あとそこにベースをね、入れたわけです。これで、その今回新規に作ったやつのプロジェクトももう7つ使っちゃってるわけですよね。そうすると、 とてもじゃないけど、はい、入らないわけですよ。もう元々のそのね、取ってあるやつが1個しか空いてないわけだから。で、さらに MTR の解説書にはなかったんですけどもね。まあ移植できるってことなんで、その各プロジェクトごとに、これを一つにまとめてマスターというものを作って、まあそれがミックスダウンといって、それで完成するわけなんですけど、とりあえず、この今日新規に作った ドラムの4トラックとベース1個。この五つのトラックを1つにまとめちゃったわけです。ミックスダウンして。で、このドラムとベースが1つになったこの音源を元のこっちに移植できれば、まあ、とりあえずできるわけじゃないですか。1個空いてるわけだから。ね。そしてできたで。で、できることが分かったんですよ。ほんで入れてみたら、この、 あの、トラックを一つにま、とめるマスターってすごい要領食うんですよ、これ。これをだから、あの、保存しっぱなしにしとくとすぐ SD カードいっぱいになっちゃうんで、これは取って、パソコンに落として動画アップしたらマスターは消しちゃうんですけどね。元が残ってればいくらでも作れるんで。で、この、ドラムとベースを一つにしたマスターを移植したら、なんとね、ツートラック使うんですよ、マスターの場合は。この、一個一個の、 あの、トラックを移植するときは一つのトラックにつき一つのトラックに入るんですけど、マスターはね、二つに入るって、取リセツにどこにも書いてもないくせにね、やってみたら、あららってことになって、それが分かったんですよね。ファニうとしようってことで、結局ね、こうなったんです。元々のやつ、まあ、ボーカル二つ使ってってね、メインボーカルを、音の厚みはちょっとね、 あの欲しかったんですけど、まあ、泣く泣く、これをまあしょうがないから1個にしようと、えー、ボリュームを上げればいいやと思ってね、えー、ボーカルを、メインボーカル2つトラック使ってたのを1つにして、そ、え、れ、ー、から、えーとこのおかの、ベースをね、今回つけたんで、この音の厚みを出すためにつけたセミ役のバキングはいらねえなと思って、これも消しちゃって、そうすると2つトラック開くでしょ。3番、4番、4番が開いて、7番が開く。 でそこで、二、えー、つトラックが開いたんで、で、しかもね、その、ま真、あ、下を移植するとね、7、8とか5、6とか、なんか隣り合わせのね、あの、トラックをこう二つ使うようなので、この8番が合いしたんでね、この辺に入れちゃうと、あの、4番に例えば入れちゃうと5番が消えちゃうんで、4、5を使っちゃうんでね、7番を消して、7番のところ七7番と8番を使って、 こっちで作った、えー、ドラムとベースのマスターを、こっちに移植したわけです。7、8使ってね。で、ボーカル3番、4番使ってた4番をカットしたんで、1つ空いてたんで、で、あと何回入れようと。うわ、ここまででもこんなに喋っちゃった。という作業をしたわけです。で、まあ、当然ギターソロ入れようかなと思ったら、この曲ね、なんでしょう リフの,のねまとまりというか、まあ、完成度といったらなんかちょっとあれですけどがまあ個人的にね聞いてみたらあのいじくりようもないんですよリターフローも入らないの邪魔邪魔っ気になっていろいろやったんだけどでもなんか音足りねえなと思ってオルガンをねよく聞いてもらうとオルガン入ってるんですけどオルガンを入れてはいこれで曲を完成いたしましたどうすか。 大変だった。今日はだから、まあ、ベースはちょっと大変でしたけど、あの楽器うんぬんよりもね、この、なんとか音をこう、まとめるのがすごい大変でしたけどね。まあ、おかげで MTR の勉強になりました、とても。で、あとは、動画ね、えー、まあ、普通に撮ろうかと思ったんですけど、一応、ベースの弾いてるテイクを撮って、えー、セミアコで歌ってるテイクももう一回、新たに撮って、二つをこう、交互にしたりしたのを作った後に、 結構ね、この曲がイメージ膨らんで、なんかやってるうちに英語の感じがこう出てきたので、こういうね、こう,こういう感じ。あと歌詞もね、ちょっといろいろチクってやってみましたけど。そんなこんなのことを経て、なんとか完成いたしました。はい。まあまあ、なかなか面白かったですけどね。はい。まあ MTR の使い方が、ちょっとかなりこれで幅広がったんでね。 1>, えー、1曲につき1つのプロジェクトって固定観念が消えたんで、えー、いろいろできそうです。はい、また今日のこの得たスキルを使って曲ができればななんて思います。はい、ということで今日は、えー、今日の作った曲についてのくっちゃびりでございました。はい、またいろいろやってみたいと思います。そ、はい、れでは今日はそんなこんなでございました。それではまた来週、明日からまた1週間頑張りましょう。それでは